皆さんおはようございます、高尾明子です。さあ今日はボートレースナルトで開催されるマスターズチャンピオンの全権日です。そこで皆さんからいただいた質問をもとにレーサーの皆さんに突撃インタビューをしてきます。行ってみよう。なんか多藤選手が来るとやっぱマスターズ感が増しますね。一番乗りですよ。いやもうゆっくりしたいもんね。そうですよね、時間かかりますからね。今回はファンの皆さんから質問を募集してるんですが、はい、多藤選手に来てます、うん、お休みの日は何をされてるのでしょうか。プライベートがとても気になっています。いやごく普通のお父さんです。ごく普通のお父さんですけど、やっぱこうファンの皆さんのためにスタートでっていう思いが強いだけに、多分プライベートが気になると思うんですよ。でも本当特にあれ特に何もお料理とかされてるって噂を聞いてますよ。いやそれは自分で食べるつまみを自分で作るぐらい。そうなんですよね、はい、自分でおつまみ作るんですか、うん、でそれを子供たちも好きなんで、うん、一緒に、はい、ちなみに最近作った多藤選手のおつまみって何ですか。カツオのたたきか。カツオのたたき、あれ西山選手から電話あった時カツオのたたき作ってませんでしたっけ、はい、しょっちゅうだって好きなんで。カツオのたたきってすごいこだわりもありそうなんですけど、うん、簡単そうで意外に時間かかりますよね。いやいや、カツオのたたきをふるさと納税で、うん、取り寄せてそれを、まあ、つけるタレをいろいろ考えてるだけで、はい、焼き方とかじゃなくてこだわりはタレ。いや、まあ、かけポンっていう美味しいポン酢があるんで、はい、それにめんつゆとか、はい、あとかぼすの絞ったのを入れたりとか、はい、ぜひ一回食べてみたいですわ。で、玉ねぎのスライスを一回。スライスがあるのと違いますもんね。というわけで、はい、マスターズ意気込みお願いします。まあ、若い者に負けないように頑張ります。、はい、応援よろしくお願いします。まさかマスターズでこちらの3人を一緒に見れるとは。先輩、どうですか、初出場の2人を調べて。そうですね、本当はもっとゆっくり来たかったんですけど、はい、まあ、後輩2人は早く来たいっていうことで。新兵なんで。新兵に対して何かアドバイスありますか、先輩として。まあ、いろいろ教えていこうかなと思いました。顔笑ってますからね。じゃあ新兵の2人、はい、寺田選手マスターズって自分がこう走るっていうの感覚的どうですか。でもだいぶマスターしてる。何も変わらないですよね。いや、まあ、マスターしてると思うんで、はい、マスターズですね。3人で。最近ね、谷村選手、どうですか、マスターズに自分が出るっていうのは。ちょっと肩にちょっと力入ってる。そうですね。緊張しますか。大丈夫です。どうですかね、まあ、3000万台なんで、はい、まあ、そういうもんかなと思いますよね。そこ大事なんですね、登板。でも全然違います。あ、そうですか。5000番、はい、の時代なんで。そうですね、ベテランの域に入ってると思います。そうですよね、はい。さあ今回ファンの皆さんから質問ということでそれぞれ投げかけてみたいと思います。まず白井選手、はい、プレッシャーを感じるときを教えてください。プライベートなことでも OK です。あ、でもそうですね、レースは、まあ、常に感じてますけどね。常に感じてます。常に。かっこいい。プライベートではさすがにないですよね。いや、ゴルフのこれぐらいのパターが一番感じますね。その長さが1メーターあるかないかぐらいが一番緊張します。やっぱりこう優勝戦1号艇に近いぐらいの、うん、まあ、そうですね、ここを入れるか入れないか大切なとこなんで。なるほど。そのプレッシャーに打ち勝った確率はどのぐらいですか。過去3分の1ぐらい。3分の1。少ない。少ないです。そうですか。いや、そうやって戦ってるんですね、プライベートでも。そうですね、心を強くして頑張っていきたいと思います。キュン。さあ続いて、ね、寺田選手行きましょう。いつもクールな、いつもクールなイメージで抽選が強いイメージがあると思うんですが、モーター抽選など願掛けのこだわりますか。願掛けないです。抽選良かったでしょ。良くないです。ですよね。だいぶ悪いです。最近どうですか、抽選。最近なんかいいかも。でも確か願掛けとかあんまやってなさそうですよね。まあやってもね、やって良くなるならやるけど、多分一緒なんで。ルーティン的なものとか。それもないです。ない。はい、例えばこうボートに左の力乗るとか。あ、ないっす。全く、まあ、あんま考えたことないです。じゃあ谷村選手行きましょう。見えます、はい、これ見えます。あ、よかった。老眼まだ大丈夫ですか。老眼な大丈夫です。大丈夫です。よかった。マスターズ世代になって思うことは何ですか。マスターズ世代、はい、なって思うこと。
そうですね、やっぱ50歳からにしてほしいなっていうのもありますね。そうですね、僕もまだ前付け始めてないのでちょっと生涯やる、生涯ちょっと早いかなって前付け始めてないですもんね、はい、前付け始めましたってなったぐらいからがやっぱり。そうですね、50ぐらいから始めようかなと思ってたんで。あ、どうですかね、行ってみたら。そうそうそう、オニューナ、谷村和也、メンバー次第でちょっと練習してみます。じゃあちょっとマスターズの意気込みをそれぞれお願いしたいと思います。はい、新人らしくスピードあるレースしたいと思います頑張ります。寺田選手、はい、デビュー戦ですけど優勝狙っていきます。おお、かっこいい。そういうの欲しいですね。白井選手、はい、無事故で精一杯頑張ります。頑張ってください。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。すみません、ありがとうございました。いやー、本当にマスターズなんですね。そうね、全然ピンとこないっていうファンの方多いんですけど、上から12番目ぐらいじゃない、13番目だいぶなく数えてるんですねでも実感としてどうですか、全くマスターズっていう。いやでも年相応じゃないけどねそうですか。いや、ファンの皆さんから浜野選手たくさん質問が来てるんですけど、うん、いいですか。はい、いつもかっこいいんですが、その肌ツヤはどんな手入れをされてるんですか。特にパク化粧水とかこだわりは。あ、一応奥さんが選んだの使ってますよ、ね、はいはいはい、うん、パックはどんなパックですか。ウルルンパック。ウルルンパックウルルンしてますえ、それ毎日よくドラッグストアとかに行ってますね。はいはいはい、はい、あ、じゃあ高いやつじゃなくて、うん、本当馴染みのあるような、うん、ああ、ウルルンパックは浜根谷選手が使ってる。じゃあもう一個、やっぱプライベートが皆さん気になるみたいで、料理がお得意な浜根谷選手ですが、最近作った料理教えてください。最近作ってないね。あ、なんだっけ、ムール貝のタン、オシャンティ、うん、え、ちょっと、ムール貝のタンだったかな。タンってどういう料理ですか。韓国料理のタン、なんて言ったかな、なんか鍋みたいなのね。あー、そう、名前がそういうことなんですね。そう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 、ムールがね、やっぱこう辛いのですね。辛くしてね、うんうんうん、まあ、ちょっと生臭かったそれ失敗じゃないですか。ちょっとね、うん、臭かったえ、他に具材は何があるんですか。ムールが、豆もやしとか、豆もやし、うん、油揚げとかネギとかね、うんうんうん、ご家族の反応どうでした。やっぱ臭かった。俺が臭いんだから臭いでしょ。そうですよね。ムール貝ってなんか下処理も大事なんでしょうね。なのかな、はい、じゃあ100点中の中で味は何点ですか。ちょっとダメでしたね。50点。じゃあ今度またムール貝の下処理が上手になったら教えてください、はい、じゃあファンの皆さんにメッセージお願いします、はい、そうですね、若々しいです、見せますね、はい、斉藤選手ももうマスターズなんですよね。やっとちょっと慣れましたけど、初めてじゃない。あ、そうですね、去年参加させてもらった。どうでした、何か違いました。あ、なんか昔デビューした時の大先輩たちがいらっしゃるんで、懐かしさと楽しさと、はい、愛しさと切なさと、それ昔、篠原涼子さんですね、はい、世代ですね、はい、古いですね。83期もね、もうマスターズの世代になるってことですよね。そうです、そうです。ちょっとね、今回ヒロミチいないんで心細いんですけど、めぐると、坂口めぐると頑張りたいです。愛しさと心強さ音楽かけてほしいわ、うん、ファンの皆さんから質問いただいておりまして、はい、斉藤選手にもいただいております、はい、ないのかレースに必ず持っていくものは何ですか、はい、夢と希望。かっこいいカメラ目線。そういうことじゃない。そういうことじゃない。おはようございます。あ、おはようございます。やっぱ違いますね、カメラ。なのでちょっともう西島さんの時間にした方がいい。ちょっとなんか入ってますよ、あれですよ、必ず持ってくる。絶対なんか面白いもんなしがらない。夢と希望絶対持ってなきゃいけない、うんうん、選手登録をこれは必ず持ってなきゃいけない。確かにこれないと走れないんで。一応ね、プライベート。あ、若い。これいつの写真ですか。え、3年え2年前じゃないですか。なんか韓流スターみたいじゃないですか。ありがとうございます後でなんか美味しいもの送ります、ね、お願いします。皆さんにじゃあファンの皆さんにメッセージお願いします。はい、はい、まだまだちょっと新人の方ですけれども、少しだけ爪痕残したいと思います。応援よろしくお願いします。いっぱい爪痕残してください、はい、ありがとうございます。ありがとうございました。
ちょっと髪型もまた色入れましたよね。そうですか。めっちゃかっこよくないですか。ありがとうございます。このちょっとジャケットにこの白のスニーカーが似合うこと、あんまそういうの得意じゃないですか、ね。すみません。いや、本当向こうから歩いた時めちゃめちゃヴィンセンツカサノみたいでした。ありがとうございます。今日のこだわりは何ですか。ね、特にないです。はい、なんかカレンダーにしたすみません。ファンの方からたくさん質問が来ておりまして、はい、質問よろしいでしょうか。はい、ぜひ。個人的に私が選んでるんですが、はい、はい、行きましょう。ある？あ、今こんなに、はい、いつまでもかっこよく若々しくいられる秘訣は何でしょうか。難しいな、それ。さっき浜田選手は、はいはい、なんかパックやってるとか、あー、クールパックやってるとか、はいはいはい、なんかそういうのこだわりとか。何もないんで僕、老けていく一方です。いや、はい、化粧水とか乳液とか、まあそこら辺はちょっとはしますけど。なんか高級なやつとか。いやいや、全然そんなのない。じゃあ食に気をつけてるとか。何もないです。じゃあ運動してるとか。運動もしてないです。じゃあこの質問パスしましょうか、はい、じゃあもう一個いきます。はい、宿舎に必ず持っていくものありますか。何やろう、写真ぐらいですか。家族の写真ぐらいですか。微笑ましい、はい。何もかもパーフェクトな感じですね。いえ、全然です、全然です。やっぱりオンとオフって大事だと思いますけど、はい、やっぱ家族の思いっていうのは常に感じてらっしゃる、ね。そうですね、会える時間っていうのは限られてきてるので、はい、そこら辺を大事にしてます。そうですか、はい。じゃあですね、前回覇者ということで。そうですね、はい、はい、そのあたりの思いいかがですか。もちろんお連覇を意識して、ご新人ですけど、また暴れたいと思います。わかりました、はい。若々しいマスターズ誕生の誕生でしたからね、はい、ありがとうございます。それではファンの皆さん、メッセージお願いします。はい、いいですか。僕ときます。よろしくお願いします。頑張ってください。ありがとうございました。ありがとうございました。若々しい。なんで通勤着や。ちょっとなんか颯爽と離れた体操のお兄さんみたいですけど。体操のお兄さん。でも大谷選手も変わらないですよね。いや、そんなことないです。いや、マスターズに出た時はもう違和感しかなかったですけど、どうですか、ちょっとマスターズ出場するようになって。ね、もう3回目ぐらいやから、うん、そうですね、もうだいぶね、慣れてきたっていうか、はい、若い人も来るんでね、僕らもね。もう新兵の仕事もやらなくていいし。そうですね、はい、うん。何か違います、他の大会と。いや、まあまあ、まあ濃いなっていう。SG と変わらない感じなんですね。そうですね、昔のね、僕ら若い時の SG みたいな感じなんでね。そうですよね、はい、ファンの皆さんからたくさん質問いただいておりますので、はい、その質問に答えていただきたいと思います。はい、マスターズチャンピオンに対する特別な思いはありますか。ね、ありますって言いたいんですけど、まあ、あんまなくて、あんま毎回いいレースできたらいいなと思ってます。はい、でいつもの一走一走っておっしゃってて、ね、はいはい、なんかそのレースに対するこだわりっていうのは、大谷選手、どんなところですか。まあどうですかね、まあ、思い切って自分の納得できるターンをしたいなとは思ってます。はい、それだけ、うん、調整もしっかり積んで、黙々とされて、ね、あのビートでいっぱい汗をかいて。そう、汗かきやから困るんですよ。新陳代謝いいんですよね。そうです。肌綺麗ですもんね。いやいや、もうそんなことないです。なんか流れて聞いてるんですけど、肌のお手入れとかされてるんですか。あのギアケース整備するじゃないですか、うんうん、ほんならギアオイルこう、ちょっとこう潤いを、なんだピカピカないですか。じゃあ一節間、それで持ちそうですよ ね、 すね、ギアケースオイルで、はい、ガッサガサなものですけど、そんなんしたら荒れちゃって、はい。それでは、はい、マスターズチャンピオンに向けてメッセージお願いします。はい、一生懸命頑張ります。髪伸びましたね。何すか髪伸びましたね。今日恐怖ですけど、はい、さて、ファンの皆さんからたくさん質問が来ておりまして、今、はい、一問一答みたいな感じで、はい、ゴールデンデイスター賞おめでとうございます。ありがとうございます。改めまして、どうですか、ゴールデンデイスター賞受賞したっていうのは。まあ光栄ですけど、ちょっと頑張らないいかんなと、これからもと思います。なんか逆にプレッシャーになりますよね。なりますね。ゴールデンレーサーっていうね、誰でも取れるわけじゃないですもんね、はい。でもなんかベテラン感がちょっと増してるような感じも最近するんですけど。あ、そうですか。どうですか、ご自身の中ではまだまだ若々しい。まあ、そのつもりで頑張ってますけど。そうですね、はい、変わらずいつも通りという吉川選手ですが、質問参りましょう。はい、グランプリの次に勝ちたいレースは何ですか。グランプリの次に勝ちたいレース、まだ勝ってない SG は勝ちたいですけど、いっぱいあります。いっぱいありますね、はい。誘導尋問的には、かっこ地元の SG 応援してますって来てますよ。あ、そうやね、忘れてた。すぐ出るかと思ったんですけど。忘れてた。一番印象に残ってる優勝ありますかっていう質問です。一番、今までのレース、はい、今までで、いっぱいあるんで、なんとも言えないですけど。何やろ、デビュー初優勝なのか、はい、SG なのか、グランプリなのか、それぞれ喜びも違いますもんね。まあ一番印象の優勝、
どこやろう。ちょっと引き出しがいっぱいあるんでね。クラシック、平場島のクラシックかな。ここ最近では、はいはいはい。じゃあファンの皆さんにメッセージお願いします。はい、風強いですけど頑張りますファンの皆さんから質問いただいておりまして、はい、答えていただくということなんですが、はい、やっぱ海外選手とちょっとプライベートが気になる方多いみたいで、お休みの日は何をされてますか？トレーニングして酒飲んでますいいですね、その落差が。ちなみにお酒は何がお好きなんですか？あ、まあいろいろ、あんまワインは飲まないですエペコ、薩摩のことかなんで、どっちかっていうと芋焼酎とかのイメージ。まあ、臭いのは好きです。臭いのは好き、はい、味方ですよ。あ、いや、はい、でも強そうですもんね。あ、全然全然弱いです。本当ですか？はい、好きなだけで。好きなだけ、はい、でもそのトレーニングっていうのはちなみにどんなトレーニング？まあ、空手も含め、筋トレも含め。そう、空手やってらっしゃったんでしょうね。はい、もうなんか引退っていうか、離れてからも今もずっとじゃやってらっしゃるんですか？あ、引退してないです。あ、じゃあ現役で、はい、なんか昔お子さんとも一緒にやってらっしゃるって。あ、今子供たちもやってます。子供たちってあの、普通の道場に来る子供たち。そうなんですね。あと、じゃあモチベーションを保つためにどのような意識をしてますか？じゃあ仕事に対する、うわー、もう目の前に一層だけですから、ね、モチベーション、まあよく言われますけど、ね、まあ多分抜くところがないんで。じゃあ、まあ、お酒飲んでる時は抜けて、抜いてますけど、それ以外は、はい、もうずっと多分仕事が頭から離れないんで、はい、じゃあもう本当にここ入っちゃったらもうそうなるんですね、自然と。まあそうですね、はい、ね。じゃあ終わった後のお酒はかなり美味しいでしょうね。それが一番です。わ、ね、はい、かりました。じゃあ今節の意気込みお願いします。はい、ちょっと予選突破してないみたいなんで、せっかくドリーム乗ってるんだし、はい、しっかり予選突破まず目指して頑張りたいと思います。はい、頑張ってください、はい、ありがとうございました。すいません、ありがとうございました。頑張ります。頑張ります。週だけど。新人の菊池です。頑張ります。新人です。デビューです。デビューです。そう。しっかり働きます。そうだ。デビュー3人とちょっと先輩。はい。いやー、ちょっとまず初めての意気込み聞きましょうか。新人の気持ちで、はい、走ります。普通でしたね。普通。選手。そうですね。はい。頑張ります。はい。はい、新人のつもりでしっかり働いて。ちゃんとやれ、ちゃんと頑張ります。動けよ。3960、一番新人なんで。頑張ります。静岡で。でもちょっとびっくりするのは、静岡支部の82期のサンバガラスがついにマスター揃わせてもらいました。ちゃって高齢者です。怒られますよ、先輩たちに。で、皆さんの質問が来てるので、ちょっと一個ずつ答えていただいてもいいですか？いきますよ。じゃあ先輩からいきましょう。24条制覇の意識は？あ、今回ここね。はい、実は23条制覇して、あとナルトだけなんですよね。優勝しちゃうかもしれない今回すみません、多分軽く言いますけど、あ、なんかそんな、そういう雰囲気はあります、はい、そうなんですね。なんかメーターもいいの引きそうなイメージが。引っちゃうかな引いちゃうか引いちゃう、引いちゃいますかね。引いちゃうかな。さあ、そして石田選手いきましょう、はい、マスターズ出場選手または先輩現役レーサーですごいと思う選手は誰ですか？まあ、もううちはもう服部さんがいますからね、なんといっても、はい、ボス来ました、ボスまだです。まだ。あのボスの存在というのは静岡スピードってどうなんですか？存在です。存在が怖い。何なんですかね、あのボス。ボス、みんなのボス、みんなのボス、ザボス、ボスということがぴったりですよね。さあ、じゃあ菊池選手いきましょう。はい。マスターズではルーキーになりますが、ルーキーにちなんでデビュー当時思い出に残っているエピソードはありますか？特にやらかしてしまった話があれば聞いてみたいです。ちょっと覚えてない。すぐ今すぐ出せたってわかんないですけど。でも同期では菊池選手、どんな選手なんですか？でも、1個賢いもん。あ、賢い。スタートもバカみたいに速いし、味方悪い、バカみたいに速いし、天才です。ないか。いや、いっぱいやらかしちゃいるけどな。ありすぎて、うん、一番ね、やってんのこの人なんで。おーい、ルーキーとしての心構えは何か今回ありますか？あ、もう働きますよ。前節聞いてきたもん、若い子に。何やったらいいっつって、まずピットの掃除と、
整備場の掃除と、あとお風呂最後、ね、そうお風呂最後と、うん、あと5日目にエンジンオイルの補充聞いてきた完璧やん、完璧、じゃあもう大丈夫ですね、今月は完璧に働きます、その選手もいるから、でもそんな新人じゃないですよ、僕らも当番的にはね、それがいっぱいいるから、もうね、面白いんですよ、皆さんの質問がいきますよ、近況のゴリランドの活動報告お願いします、仕事じゃないんかいプライベートかいと、活動報告お願いします、ゴリランドの、あそこ遊びじゃないですからね私たちは、ね、トレーニングルームを作ってるんですから一生懸命、10年かけて、ね、SNS とかでも披露してらっしゃいますけど、70歳でも走れるように、うん、あのトレーニングルーム作ってますよ、ね、やっぱゴリランドの存在っていうのはやっぱりオンとオフっていう意味が大事ですか、まあね、なんかね、うん、こういう仕事なんでストレスもあるので、うん、まあみんなで息抜きするのはいい場所かな、じゃ静岡市も揃ってくれたので、じゃ一言ずつメッセージお願いしたいと思います、横澤選手から、鳴門来ました、マスターズ初めてですけど一生懸命頑張ります、西田選手、鳴門、はい、久々ですけど頑張りたいと思いますので、菊池選手、はい、新人らしく初心に戻って思いっきり 若々しいレースしたいと思います、頑張ります、坪井選手、はい、あの無事故完走で頑張りますよろしくお願いします、優勝頑張ってください、はい、なんとなくで頑張ります、はい、お疲れ様でした、行ってきます、ありがとうございます、三橋選手に質問がいっぱい来てるんですよ、そうなん、答えていただいてもいいですか、あ嬉しい、今回ファンの皆さんから質問を、はい、あの集ってそれに答えていただくってことなんですけど、うん、マスターズに出場される選手に公務店のスカウトはありますか、また誰か入ってもらいたい選手はいますかマスターズで、マスターズいますかね、私が社長なのに、はい、それより上の人しかいないので、はい、威張ってる人しかいないです、はいはいはい、いない、だって下もいっぱい出てきましたよ、下もは金持ちやけ、うん、私の言うこと聞かないし、うんうん、上は私のことを社長じゃなくて洗濯のおばちゃんと思ってる人が多いんで最高、ヤンセル選手みたいな洗濯のおばちゃんいたらもう毎日頑張れる、スカウトなし、なしでも初出場どうですか、うん、マスターズって、いや嬉しい、あのね、うん、前回はねサインも書いて、はい、行く気満々だったのに、はいはい、最後の最後の勝負がけで失敗して出れんかったけど、うんうんうん、今回はすごく嬉しいです、やっぱ出たかったってイメージはあるんですか、うん、出たいです、やっぱりね、うん、1回でいけでもやっぱり結果残してないと出られないですもんね、そうですね、はい、うん、嬉しいです、なんかそういう意味では雰囲気が違う大会なんですかね、マスターズって、うん、なんかもうこの年になったらね、記念選手とねなかなか走ることがないけ、うん、嬉しい、ボッコボコやでいやもう持ち前のスタートと攻撃的な、うん、ね、だってここどこですか、そう、ナルトどこですかこの風、いいよ、社長のホームプールですよいっぱい練習もしたしね、ぜひ期待するファンの方も多いと思いますので、はい、メッセージお願いします、はい、精一杯頑張ります、おはようございます、はい、おはようございます、もうこれがね、ハンカチーフがネクタイ忘れてしまったネクタイつけ忘れた、でもこのハンカチーフ、はい、これがまたなんか前回し突っ込んだ気がするんですけど、これもオシャンティーですよね、いや、ありがとうございます、これもあの困った人に出せるようにすぐパッと出せるように、はい、そうです、優しさですね、はいはい、いや、マスターズですよ、はい、もうね、しっくりきましたね、世代的には全然似合わないでしょ全然まだまだあのヤングダービーと思ってたわけですけど、ヤングダービー、はい、あれ、もしかして今回もヤングダービー、そう、間違えたかなと思ってさて、質問が来ております、はい、加藤俊二選手の最年長優勝記録を更新そうな方は誰だと思いますか、え、まあ、今はね、ボートレースから全く想像つかない、いやでも、例えば高塚さんだったり、はい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 、高橋さん、間違いなく僕はないと思ったちょっと待って、僕は持たない体が、体持たない、なんか健康の秘訣ってあります、すごいなんか老人みたいな会話になりましたけど、私も健康の秘訣、うん、若さの秘訣教えてもらいたいなんだろう、よく飲んで、よく食べて、よく寝て、あ、それでしょうね、やっぱり食べて寝る、うん、一番じゃないですか、ちなみに一番好きな食べ物は、食べ物、でどっちかっていうと好き嫌いがないので、はあ、なんかまあ何でも好きみたいな、じゃあいよいよ今年のマスターズが始まりますので、はい、メッセージお願いします、はい、しっかり走りたいと思います、よろしくお願いします、ご無沙汰です、お元気でした、はい、お久しぶりでお会いしたかったです、はい、いや今ファンの方からね、はい、
あの質問をいただいてて、高橋選手答えてもらってもいいですか。マスターズどうですか、はい、久しぶりに。ああ、じゃあちょっと頑張りたいと思います、ね。はい、なんかマスターズってやっぱ他の大会と何か違ったりしますか。いや、やっぱね、昔一緒に走った人たちなんで、はい、まあ、楽しいですね。そうですよね、はい、好きな歌は何ですか。好きな歌なんかそんなイメージがあるんですかね。サザンオールスターズの歌が好きですね。その続きで一曲歌ってくださいって、はい、無理、それはやめときましょうね。さんさん聞かれるんですね。まあ悔いはしないけど、そんなには、はい、好きですよ。さんさんは名曲いっぱいありますもんね、はい、そう、結構プライベートの質問がやっぱり多いんですよね、はい、皆さん、はい、じゃあ今回マスターズということで、はい、ちょっとファンの皆さんに意気込みとメッセージをお願いします。精一杯頑張りますので、よろしくお願いします。どうですか、地元のレースっていうのはね、いつもね、いろんな思いがあって、ね、まあ、あの優勝したいですね。そうですよね、はい、マスターズ4000倍台初の SC ミラーがついにね、マスターズ、まあ、去年ね、やられてたんで。そうですね、で去年はもう何の活躍もできない。新品の仕事めちゃめちゃやってたじゃないですか。もうそれだけですね、できたんで、もうちょっとあのレースでアピールしたいと思います。何か違いました、出場されてマスターズ。あ、まあ、ちょっと新鮮な気持ち、逆になんか新鮮な感じでしたね。さて、ファンの皆さんから質問が届いております。それに答えていただくコーナーです、はい、自分は仕事に行くときテンションが上がらず無理やりテンション上げていますが、田村さんは自分のテンションモチベーションをどうやって高めていますか。あ、無理やり高めています。そこは共通なんですね。そうですね、あまりやっぱり上がるもんではないですね、なかなかね。また上げたくても簡単に上げれないし、うん、変に上げてしまう、ね、上げすぎてもいけないかなとも思うし、はい、そういうメンタルみたいなとか、どうやってこう自分を納得させるんですか。まあ、なんとなくもうなるようになると思うようにしてるかなって感じです、はい。最終日にね、本庄に応援来ます、無事故完走で頑張ってくださいって応援が来てますんで、はい、じゃあメッセージをですね、ファンの皆さんにお願いします、はい。表彰式するイメージはできてますので、はい、あのイメージ通り いけるように頑張ります。テンション上げて頑張ってください、はい、頑張ります。ありがとうございました。はい、どうも。マスターズということで、実はファンの皆さんがいろんな質問をいただいてるんですね、はい、それに答えていただくというコーナーなんですが、はい、マスターズって西野選手にとってちょっと何か違うところってあったりするんですか。どんどん年齢は下がって、苦手かもしれない。あ、そうなんですね。やりにくいですよね。でやっぱりね、最近は娘さんのことの質問が多くて、はい、三島さんのコメントが本当に娘さんを大事にしてるなといつも感じますが、自分の中で意識的に変化などありますか。娘さんが2人デビューされたことで、他の皆さんがそう言われるだけで、うん、僕は何も変わってないです、うん、ただやっぱこの業界に姉ちゃんと妹が2人お世話になってますんで、まあ、ちょっと心配です。今2人ダブルでおるんでちょっと心配です。あの親としての部分とレーサーとしての部分とっていう、レーサーとしてはそうですね、まあ、僕はもう自分中心にやってますので、うん、じゃあですね、今節の意気込みをファンの皆さんにメッセージ、あ、息子できますので、よろしくお願いします。頑張ってください、はい、ありがとうございます。すいません、ありがとうございます。ありがとうございます。もう優勝したてほやほや、本当はね、実感ないです。実感ないですか。マスターズですよ、歴代チャンプ。いや、マスターズはもう楽しむところなので、そうですね、はい、今節はもうあのメンバーも含め楽しみます。水面もかも、ね、はい、ね、なんか違いってあるんですかね。まあ、やっぱ初心に戻れるところじゃないですか。初心に戻られるんですね、原田選手。戻りたいですね。やり直したい。あの頃はやり直したい。なんでですか。え、人生うまくいってないから。ちょこんなきらびやかなんですから。いやいや、もういや、もうファンの皆さんからたくさん質問が届いておりまして、それに答えていただくということなんですが、一押しの食べ物は何ですか。僕はペペロンチーノかな。え、意外にシンプル。え、ペペロンチーノ。はい、ペペロンチーノと赤ワイン。さすが、イタリア人みたいですね。イタリア行きたいですね。時間がなくて行けないけど。でもペペロンチーノも多分こだわりはありますよね。シンプルだけど奥が深い料理って言われてるじゃないですか。そうなの。え、違いません。まあ、ペペロンチーノは何でも、うん、自分でも作ったりします。いえ、うん、食べるだけ。赤ワインと最高でしょうね、海を見ながら。あ、自宅で、うん、あ、多分行くときまたイタリアに。イタリアがじゃあお好きなんですね。あとこれね、答えにくいかもしれないんですが、レース上コース関係なく常に速いスタートを決められるのはどうしてですか。どうしてか、どうしてか、どうしてか、センスじゃないですか。
それではファンの皆さんにメッセージお願いします。コンセスは安心安全のスタートで安心安全のスタートでいきます、はい、頑張ってください、はい、ありがとうございました。いやファンの皆さんからいくつか質問があって、はい、それに答えていただくコーナーなんですけど結構いただいてるんですよ、はい、最近絶好調の森田選手ですが験担ぎや独自のルーティンなどありますか。独自のルーティン、あ家帰ったら寿司食うそれ日常生活ですよね。最終日は寿司食べる、うん、それ別にあのエブリデイですよね。エブリデイルーティンって験担ぎじゃないですか、ね、いやあんまり験担ぎしてるつもりはないけど、うん、だから決まったこと勝負パンツ食うとか決まったことしてないかな。まあ、そういったらお寿司なんですかね。お寿司、うん、とにかく寿司。ここに来る前も食べてきました。はい、昨日も最後締めてきました。あ、締めは昼夜で。あ、ちなみに何を締めた寿司は最後、うん、最後ガリガリ、ガリとお茶。ずっとガリしか食べてないっていうのは本当なんですか。いやいや、ちゃんと寿司食べてますよね。寿司食べてガリ食べてます、うんうんうん、じゃあやっぱりガリを食べる。寿司おかずにガリを食べてます。なるほど、はい、あとね、これあえて来てると思うんですけど整備はしますか。整備はあかん時はしますよ、うん、そうなんですよね、はい、よっぽど変な時は整備とプロペラも叩きますよね。はい、大丈夫な時は全然触らへんからそれがちょっと目立つだけで、あかん時はめっちゃ触ってます。そうです ね、はい、ね、お元気ですか奥様。お元気です。あ、そうですか、はい、楽しくやってます。あ、奥様の支えがあって、はい、そうです。この絶好調さがある、はい、奥さんのゲージを借りて持ってきてからちょっと調子上がったかもしれない。おお、あまりにもエンジン出えへん説が何説か続いて、私のデジ持って行ってって言われて、持って行ったらちょっと調子上がってきたような気がします。太陽ゲージが当たってんですね、じゃあいや、それがバッチリそれに合わせたら出るっていうわけじゃないんだけど、うん、ちょっと参考になってます。おー、いいですね、はい、じゃあ今節の意気込みをお願いします。はい、今節は無事故で、一生懸命頑張ります。おはようございます。あれ、今日は至って普通のゲージをですね。あ、そうですか。今回ファンの皆さんから質問をいただいて答えていただくというコーナーなんですけど、はい、やっぱ上平選手はヒゲ関連が多いんですよね。そうですか、はい、いつもヒゲと笑顔が素敵です。ありがとうございます。ヒゲを伸ばし始めたのはいつからですか。7年前に本当ですかきっかけは何だったんですかとかいう方も多いです。きっかけですか、はい、ヒゲ剃りが壊れたせいかもしれないですね。え、そんな些細な日常から始まったんですか。はい、はい、今も立派ですもんね。剃っちゃいたいと思ったことはありますか。ありません全く、はい、でももうこれがトレードマークみたいな感じですもんね。そうですね、はい、あの今年のタケノコはどうでしたか。タケノコ明日の雨から、今日の雨からあの本格的に、はい、行くと思います。なるほど、はい、もうそういうプライベートな質問もほとんどだったんですよね、はい、ちょっと遅いです今年は。そうですか、はいはい、遅いです。それはやっぱ気候のせいもあるんですかね。そうかもしれないです。でもね、マスターズチャンピオン歴代覇者でありますけど、ちょっとどんな大会にしたいですか、はい、今年は。そうですね、どうしましょう、はい、恥ずかしくないレースをしたいと思います。じゃあファンの皆さんにメッセージお願いします。はい、レースに集中して頑張ります。